皆さんこんばんは、MK です。マインクラフトパート62やっていきましょう。今回は新しいバイオームを探しに冒険の旅に出たいと思います。なんですけど、普通にやっていたらかなり時間がかかってしまうので、馬にスピードのポーションを使って速攻で走りながら探していきましょう。まずはスピードのポーションをセットして、ここに火薬を入れる。そうするとこのポーションがスプラッシュ化するらしいんですよね。馬って普通のポーションを飲むことはできないんですよ。なのでスプラッシュ化したポーションを当てる必要があるみたいなんですけど、私これ使ったことないんでよく分かってないんですよね。なのでそれも試してみましょう。はい、火薬がどんどん入っていきますよ。何が起こるんでしょうか。これが、おっと、瓶の形が変わりました。スプラッシュスピードのポーションで、これね、時間はもう伸ばしてあるんで、このまま使って大丈夫だと思います。はい、馬さんっていうかタピオカさん出番ですよ。はい、タピオカさんをまずは外に出してあげましょう。はい、でここを閉じて、そういえばあれだね、あのダイヤの馬鎧ゲットしたんで着せてあげましょうか。はい、金を取ってダイヤ、おお、めっちゃかっこいい。あ、なんか水色だったらこれ黒の方がかっこいいかもしんないね。ちょっと待って、金の馬鎧はもういらないので置いてきましょう。でスプラッシュポーションを使うんですよね。なんか怖いな、これ攻撃した判定になりませんよね。タピオカどこ行った？待って、タピオカさん勝手に変なところに行かないでくださいね。はい、そしたらこれを当てていき、あ、どっと待って、はい、これを当てていきましょう。どうだ、当たった？お、なんかほやほやしてる。はい、じゃあ早速乗ってみましょう。どうなんでしょうか。早い。え、待って、めちゃくちゃ速くない？え、やばくない？なんか足の動きとスピードが全く合っていないんですけど、とりあえずこれで探していきたいと思います。こっち来ちゃったんで、こっちに攻めていきましょうか。でまだね、見つかってないバイオームが、あれだ、ジャングルとメサ。メサっていう、なんだろう、鉱山なのかな。ちょっと、待って、見にくいな。メサっていう、なんか金がたくさんある場所があるみたいなので、そこも行きたいんですけど、まあただね、そこがめちゃくちゃレアらしいので、見つかるかどうかという感じなんですが、その2つぐらいじゃないか、大きなやつは。あとは、まあ、あの小さい話すると、なんだっけ、イグルーだったっけ、なんか雪山にあるって言ってる鎌倉、そういう、おー、ごめんなさい、落ちちゃったけど、そういうのもあるみたいなんで、雪を発見したらそれも探していきましょう。他には、まあ村か、あの私ね、普通の村ぐらいしか見たことないんですよね。あとはあれか、砂漠の村で、村ってもっともっと種類があるんですよ。本当は雪の方の村だったり、あとタイガの方の村だったり、そういうのも発見できれば嬉しいなという感じなんですが、めっちゃ見にくいじゃん。待って、この方が見やすいね。はい、じゃあこれで進んでいきましょう。おっと、蜂を発見した。蜂の巣があったら取っていきたいんですが、蜂の巣どこ？あなたのお家、あったあったけど、シルクタッチギリギリ持ってる。一応持って帰ろうか。ちょっと待って、蜂がそれ2匹とも帰ったら、ここを掘っていきましょう。いいね。はい、これでなんとか。蜂の巣もう1個あるね。あれもゲットしよう。待って、タピさん大丈夫？どっか行かないでね。勝手にどっかに落ちられても困るんですが、取れるものは取っていきたい。 MK さん OK。 はい、これで蜂の巣2個回収できました。タピさんまだいるよね。なんかさ、崖とかから落ちるんだよな、馬って勝手に。そしたら、あー、いた。オッケー、じゃあタピオカさん、まあ、ダイヤの馬鎧着てるからある程度防御力はあるはずなんですが、マグマとか一番危ないから、ああいうのはもうダイヤ着てようがなんだろうが無理なんで、待てよ。あー、通れないな。タピさん、ちょっとあっち側渡りたいんだけど、ここ気合でいける？ジャンプして行ってくださいな。無理なんだよな。いや、タピオカさん本当にさ、ジャンプ力だけどうにかならないんでしょうか。まあどうにもならないんだよね。はい、じゃあここ首紐でつないで、ほら、こっちですよ。川とかあんまりない方がいいんですけど、この先は川だらけか。だとしたらきついぞ。じゃあ、はい、一回これ首紐取って、タピさんどこ行くの？勝手に水の方に行かないでくださいね。あなた水苦手でしょ。そしたらどんどん進んでいきましょう。なんか木の生成がバグっちゃってるんですけど、こういうのってなんで起こるんでしょうか。前も村がなんか思いっきりバグってましたよね。マイクラってこういうのあるんだよな。待って、危ないよ。こういう崖でさっきから結構落ちてるんで、ただね、なんか勝手に村があった。なんか勝手にね、このタピオカ回復してくれるんですよ、なぜか。何か食べさせなくてもいいんでしょうか。村があったので寄っていきたいと思います。こんにちは、誰かいますか。
ここの村来てないよね。広っていうかなんか3段階ぐらいになってるね。よーし、待って、タピオカさん一回どっかに結んでおかないと危ないな。待って待って、どこ行くの一人で。はい、じゃあここ一旦結んでおきましょう。そしたらこんにちは。おっと、本棚ありました。取っていきますよ。本棚とかね、この本系は結構レアなんで、そしたらはい、これもらっていかして、あー待って、大丈夫、アイアンゴーレム来るんだよな、変なことすると。あーすいませんね、初見台も私ちょっと欲しいものでこれはもらっていきます。はい、そしたら上に行って、初見台はないか。結構ね、村の家の構造もだんだん把握してきてはいるんですけど、アイアンゴーレムいるね。変なことするとアイアンゴーレムに攻撃されますよ。ああいう家はないんだよね。こういうところは宝箱はないと見たですよね。うん、宝箱ない家には今のところ価値はないので、宝箱がありそうな家に行きましょう。こっちは？こんにちは。これないな。これない形ですよね。待って、これさ、高さの差やばない？こんなところで村人生活してたら落ちて体力減っていっちゃうよ。こういうところもなんもないんだよな。待てよ。なんかある家がないんだが、ここもなんもない。まあ、あの教会からなんだっけ、調合台持ってきてもいいんですけど、それはちょっとなんか申し訳ないよね。そしたら牛さんも飼われているんですが、他には、え、宝箱がある家が一個もないなんてことあるんだっけ。ここはあれ、宝箱一つもないタイプですか。ここの中にありました。行きますよ。はい、どうだ。本と微妙だな。微妙だけど、まあもらえるものはもらっていきましょう。あと分かんなくなっちゃうんで、これも壊していきたいと思います。他には、おっと待って、蜂の巣だと思ったら全然違った。何を見間違えたんでしょうか。待てよ。あー、略奪者の砦である。でもいいや、今あそこ行っても時間かかっちゃうんで、略奪者の砦は一旦無視でいきましょう。あとここに行けば終わりかな。最後何かありますか。こんにちは。あれ、入り口は、入り口はここか。はい、中には、え、何これ、初めて見るタイプの家なんですけど、こういうパターンもあるんですね。ここに住んでるの、あなた教会じゃないの。あなた教会にしかいないと思っていたんですが、あ、これ行ってないぞ。ここ行ってない、ん、行ってないよね。行ってない行ってない。はい、じゃあこの中入っていきましょう。宝箱はありますか。はい、中にはないな。上か、上の方に宝箱あった。行きますよ。はい、どうだ。リンゴめちゃくちゃある。まあまあまあ、ありがたいっちゃありがたいね。リンゴも食べ物なので、じゃあはい、これを大量に取って壊していきましょう。こんなもんだね。あとは全部いったと思うので、タピオカさんのあれが切れる前に行きたい。待って、スピードのポーションもういつの間にか切れてる感じ。タピオカさん、あ、切れてるね。じゃあもう一回使おうか。はい、このスプラッシュポーションを投げていきましょう。いくよ。待って、その前に私ご飯食べさせて。これ食べる？あなたも。あなた食べないよね、何も。何も食べなくても回復してくれるいい子なんですが。はい、そしたらこれを、ドカンと当てて、これをほどいて進んでいきましょう。なんか MK さんさ、ムーシュルーム島とか海底神殿はめっちゃ近くにあったのにさ、他のもの全くないんだよね。なんだろう、運がいいんだか悪いんだかという感じなんですよ。待て待て、かなり見づらい。おー、なんか森に出ましたよ。森の洋館とかないから、全然ジャンプできないじゃん。森の洋館ある？これジャングルではないよね。ジャングルって多分もっと木の、あの、なんだろう、背が高いんで、これはさすがにジャングルではないと思いますが、危ないね。よかった、水で。うわ、進みづらいとこ来ちゃったな。頑張って進んでいきましょう。お、なんかまた開けたところに出ましたが、海か。海はちょっと渡れないな、どうしよう。海になるべく当たらないように進みたいんだけど、いけるか。うわー、海だとタピさん置いてかないといけないよ。こんな2600とかのとこに置いていくのはさすがにちょっとね、めっちゃ耐えるやん。そしてさっきから結構落ちてるんですけど、タピオカダイヤの馬鎧着せたらめちゃくちゃ耐えるんだよ。だからある程度高いとこから落ちても大丈夫ですね。まああんまりやりはしませんが。はい、そしたらこの先進んでいきますよ。なんもないな。村1個しか発見してないよ、今のところ。待って、2600も来て、さすがにこれはまずい。蜂の巣と村だけ。はい、じゃあこっち側進んで、なんかあるだろ、村だ。村あるけどさ、今回村探しじゃないんですよ。村探しの旅じゃないんだよな。そしたら待て待て、一旦じゃあまたタピオカを預けて、来てないよね多分ね。はい、じゃあここ繋いでおいて、なんかお宝ありますか。そんなにでかくないんで、ちゃちゃっと見ていきましょう。アイアンゴーレムはいますね。アイアンゴーレムがいるってことは村人結構な数がいると思うんですが、あー、ビートルートとか持ってく？まあいらないか。いらないね。はい、ここにもなんもない、ここにもなんもない。
な、おーなんだこの家初めて見た。こんにちは。あるんですか？おーあるじゃん。はい、中身はどうでしょうか。パンとジャガイモとリンゴしかないんだよね、基本的に。運が良ければあのエメラルドとかが入ってたりするんですけど、入ってないな今回は。他には何か宝箱がありそうなお家はありますか？ここはないね。こういう一軒家はないんですよ。お、あるぞあるぞ、あそこにはあるぞ。はい、じゃあここ開けていきましょう。こんにちは。中に入ってないんかい。え、これある形だったじゃん完全に。うわー、なんかちょっとしょぼめの村ですね。あんまりここにいるのはやめましょう。なんかアイアンゴーレムも閉じ込められちゃってるし、よくわかりません。なんで閉じ込めてんのアイアンゴーレム。ゾンビとか来たら大変なことになりますよ。そしたらタピオカさん次行きますよ。5000ぐらいまで行って何もなかったらさすがに帰ってこようかな。いや5000まで行ったらさすがになんかあるでしょ。プラス方向なんでこっちか。こっち方向どんどん進んでいきましょう。さっき海が見えたんですけど、海は越えたみたいですね。なのであとは平原だけだと思います。パーッと、あれ越えてないぞ。待て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 、できれば海じゃないとこ進みたいよ。海じゃないとこある？あー村があった。村、おー、いけるいけるいけるけどさ、その村が、あ、待って待って待って、一旦ここゆっくり降りて村行く？もうこんな近くになんで村あるの？しかも平原だし、平原の村はもう私見飽きているんですけど、他の村がいいな。大河の村とかさ、あと雪、そう雪の村が見たいんだよ私。なんかあの寒そうな格好してる村人がいるらしいので、それ見てみたいんだよな。てか雪自体全然ないんだけど、どういうこと？じゃあここに繋いでおきましょう。じゃあ今日はここに泊まらせてもらいましょうか。ここには何もない、さっきのお家だ。え、何もないじゃん。村人はいるけど、そろそろ一回寝ようか。待って待って待って、寝るお家、寝るお家どこ？広い、地味に広いじゃんここ。アイアンゴーレムもいますが、じゃあここで寝させてもらいましょうか。はい、中に入ってチェストもあるじゃん。はい、どうだ。不明な地図とパンと、もう持てない持てないよ、置いてくか。紙、あー待って待って待って、一回寝よう、一回寝てから考えます。そうしないとあのこの村が襲われてしまうので、またチェスト、チェスト拾いたいけど、待って一回寝させて、一回ベッドをくださいな。あった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 、OK。待てよ、もう持てない。あ、そうだ、エンダーチェスト持ってきてるわ。エンダーチェストに入れましょう。そうだった、何のために持ってきたんだという感じなんですが、クリーパーちゃんいるね。クリーパーちゃんにはなるべくお世話にな。おーっと待って、ゾンビいるじゃん。え、ゾンビが今中にいたんですけど大丈夫？中の村人やられた？え、やられたっぽくない？マジか、嘘でしょ。うわ、しかも剣壊れた。まあ剣は代わり持ってきてるんでいいんですが、一旦エンダーチェストにいらないものを預けていきましょう。こういう時めちゃくちゃ助かる。蜂の巣とかこういうのいらないね。チェストは一応持っておくか。腐った肉、棒、チーズ、苗木もいらないね。じゃがいもとかも今は一旦いらないと思います。で種こんなもんか。はい、じゃあこれをシルクタッチでしっかり壊さないと、あの黒曜石になっちゃうんですって、エンダーチェストって。しっかりシルクタッチで壊していきましょう。そしたらさっきの家がどこだったっけ、ほらわかんなくなっちゃうんだよね。どこ、そのちっちゃい村人教えて。さっき私がどうやこうや言ってた家はここか。違ったね、違ったけど大量にありました、ありがとうございます。いや待て、今回村ツアーじゃないんだよ、バイオーム探しなんだよ。え、なくないか、バイオームってさそんなに離れてるの基本的に。まあ見つかんない時はめちゃくちゃ見つかんないとも思うんですけど、言うて1万とか言ったら見つかるでしょ。だって今まで一番遠いところに行ったのでも5000ぐらいですよね、あの森の羊羹か。5000、6000ぐらいの場所は一回行ったことあるんですけど、それ以来、てかそれ以降行ったことないな。うわ、今回行くことになりそうだぞ。そんな、なんだろう、あのあんまり遠くに行かなくてもジャングルとか見つかるかなと思っていたんですけどね。あとは何もないか。行った？はい、じゃあここも開けて、タピちゃんどこ行った？まずタピちゃんを見失ってしまった。あそこは？ここ入ってない気がする。こんにちは。ここは入ったっけか。あ、ここ来たね。最初のところだ。オッケー。はい、タピちゃん、じゃあ行くよ。しっかり、なんだっけ、リード。おーっと、待って、エンダーアイじゃん。なんで？エンダーパールか。エンダーパールゲットしました。なんで？よくわかんないけど落ちていました。多分なんかエンダーマンがやられたんだと思いますが、エンダーマンって日の光浴びてもやられないんじゃなかった？じゃあなんで倒されていたんでしょうか。ゾンビと戦った？また村あった。しかも平原だし、もういいや。
普通のこういう村はスルーで行きます。他のなんだろう、バイオーム、他のバイオームの村があったらそれは行きたいんですけど、平原の村とか、うわ、平原の村だけか、それだけはもう無視していきましょう。うわ、また進めなくなったよ。なんかさ、周り見ればありそうじゃないか。あれじゃない？嘘、嘘、あった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 。あれだ。絶対あれだ。待ってくれ。待て、ごめん。ごめん。タピちゃんごめん。待って。あった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 。あった、絶対あった。あれジャングルだよね。あの木見たことないもん、私。いや、あの背の高さ間違いない。そう、めちゃくちゃ、ジャングルはもう見ればわかるって言われてたんですよ。私、コメント欄で。見れば、もう、ほら、木の形が全然違うから、もう一発でわかりますよって。あれだよ。あれがジャングルじゃなかったらもう知らないわ。いけるいける。待て、あった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 。うわ、めっちゃ遠いじゃん。ジャングル遠すぎでしょ。待てよ。一旦こっち来て。絶対ジャングルだったって、さっきのは。タピちゃん発見したよ、ついに。ほら出た。全然違うじゃん。うわ、なんかさ、なんか全然違うね。思ってるよりも違うわ。待って、そっち行きたい。一旦そっちに行って、うわ、でも本格的な冒険は次回にしようか。はい、じゃあここ首紐つけてこっち側に移動していきましょう。うわ、やば。何ここ。うわ、めっちゃテンション上がんじゃん。ジャングルって広いのかな。多分広いよ。よーし、じゃあこっからは次回ですね。待って、タピちゃんを一回ここに預けておいて、座標は覚えておきましょう。タピちゃん、どこ行くの。あなた、お留守番ですよ。はい、ここにくっつけておきましょう。いや、待って、すごっ。何これ。うわ、なんかあるし。何あれ。まあいいや、次回だ。次回まとめてやろう。ジャングルには何があるんだったっけ。ちょっと忘れちゃったな。ジャングルに何があるのか、ちょっとコメント欄でぜひ教えてくれると嬉しいです。どういうものが見つかればラッキーとか、あと、ジャングルにしかない植物とか、そういうのがあったら持って帰りたいですよね。よーし、じゃあなんとか新しいバイオーム5700来て見つけたので、次回はここのジャングルバイオーム探検していきたいと思います。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。